おはようございます。おはようございます。おはよう。はい、今日は4日目、1回目の配信です。よろしくお願いします。おはよう。おはようございます。なんか髪の毛が、おはようございます。はい、ということで、もうね4日目なんですね。あっという間になんか過ぎてってるんですけど、今日も一日頑張りましょう。頑張ろうね。なんかさ、昨日さ、まあ夜ね、まあ、配信してたじゃないですか、24時まで。で、私そのまま寝たんですね。そしたらさ、なぜか前髪が短くなってるんですけど、気のせいですかね。気のせいですか、なんかちょっと前髪短いなと思っちゃったんですけど、気のせいかな。おはよう。誰かが切った？めちゃんが前髪切ったのかい？梅ちゃんがね、まだ今日はそばにいるんです。そう、なんか前髪短いなと思って今ショールーム見てたら、梅、おいで、おはようしよっか。あ、違うよ。よし、おはようございます。違うって、配信の画面見て。おはようございます。おめちゃんです。アネマのおめちゃんです。かわいい、かわいい。これね、こっちの方とか短いよね。やだ、もうアイロンし直したら治るかな。おはよう。あめちゃんおはようだって。おはようって。おはようってね。かわいい。はい、そうですね。そして昨日リクエストがあったヒカルン体操、まあヒカルン体操というか、まあヒカのねオリジナルでもないな。ストレッチを今やりたいと思います。朝なんでね、目覚ましましょう。よし、じゃあいきますよ。まずね、あぐらかいてください。あぐらかいてください。そしたら上にね、ぐーっと伸びましょう。おはよう。上にね、ぐーっと伸びてください。まあなんか痛気持ちいいとか、そういうところまでね、なんかバキバキ言うところまでやるとね、怪我しちゃうからね、ぐーっとね。そしたらちょっと横とかにも揺れてみて、伸びて。はい、そしたら、まあ本当にすぐ終わっちゃうんですけど、私のストレッチなんて。次は、横にね、あぐらかいてるじゃないですか、その左側に左手をつきます。左手をついて、右手をね、ぐーっと、あ、落ちてきちゃった落ちてきちゃった。ぐーっと倒れましょう。伸ばして伸ばして、この辺りとお腹のこの辺り伸ばしてください。
た気持ちいいっていうところまででいいよ。バキバキさせないでね。バキバキはさせちゃいかん。よし、はい、反対も行きます。反対も行きます。ちょっと反対腕上がんないんですけど、よいしょ。はい、まあなんか秒数は適当でいいです。ひかいつもねちゃんとやるときはまあ 2,30 秒ちゃんとグーってやるんですけど、はい、そしたらね次お顔いきます。お顔っていうか首ですね。こっち側に手をついてねこういう形を作ってください。そして倒します、ゆっくりで、ここ伸ばしてください。おはよう。これね気持ちいいから大好き。ちょっとね斜め前に倒してもいいです。そしたらちょっと伸びるところも変わるんで、はい、はい、次行きます。よいしょ、反対。おはよう。よし、そしたらねちょっとゆっくり首回してください。ゆっくり直してください。おおお、はい、そしたら次はこうやってね腕のこのあたり伸ばしてね、ぐーっと、これもね反対までやります。やばい、いてちょっと私ねちょっと腕があれなんですけど、ね、今よし、はい、反対もやります。反対もやってください。そしたら次はですねこの腕を軽くね痛気持ちいいよっていうところまで押してください。よし、右手を後ろにしてこうね押してください。いけるとこまででいいですかね。ですからね無理しないでください。はい、そして反対も行きます。反対も行きます。ちょっと私今腕があれなのでちょっとこっちはできませんあんまり。朝ってね体がね特に固まってるから本当に無理せずね。はい、そしたらあの肩に手をつきます。肩に手をつきます。そしたら大きくねここのね肘でねあの円を描くように大きく回してください。これね結構気持ちいいですから。痛い？無理せずね。おはよう。はい、反対もね、まあ10回くらい回せばいいかな、どっちとも。ポキポキ言います。普段あんまり使ってない証拠ですね。固まってるんですよ。そう、しかもね結構言う。はい、これで終了です。まあね私もねなんか思いついたというか私が知ってるストレッチをね思いついたやつをやってるんだけど、足はねちょっと伸ばしたいなっていう方はお見せできないんですよね。あのでも前屈したり、はい、おはようございます。あとねなんかねこうやってね今あのパジャマで悪いんだけどパジャマズボンで悪いんだけどこうやってあ見えないな。体でねくの字を作ってください。
ヒコが今立ってやってたみたいにくの字をね作ってみてください。そうするとふくらはぎとかが伸びるので、はい、すごくいいですよ、気持ちいいですパジャマズボンであれなんだけど、これねあったかいんですよ、裏着も昨日寒かったから裏着も着てちょっと見えなかったからやってもあれなんですけど、絵で説明しようか絵で説明しようか、伝わったかな今の説明で、私のヘラクソの説明で、あ違ったわこれ、ペン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 、ペンがないなペンがないな、これペン引くとこ、あったあった、まあ床だとします、ここね、こう床になったとしたらこっち側に手でこっち側に足ね、それをこうなるようにあの体をねするんですよ。あのヒカルンが履くってほどなんか人間を描いているわけではないはい、そしたらこのあのふくらはぎはあのかかとをつけられるように頑張るんですよ、はい、かかとをつけられるように頑張るので、ここがねこのふくらはぎの部分が伸びるんですよ、はい、こっちねおててね、手足これね気持ちいいし、あのむくみとかもねあの解消されたりするんでおすすめです。あと私がねよくやるのは足を上げます、壁につけて、まあ、ベッドの上とかで、反対になってお尻壁につけてこう足を上げてむくみ取りして、あとはね開脚とかもしてね、はい、やります。以上私のむくみ取り大作戦はい、こんな感じです。伝わったかな今ので、今のヘッタクソないで伝わったかなはい、そんな感じですかね。そう朝からね運動するとあの一日感じあった一日のね代謝が上がるって言いますから、まあなんかもしお時間があったりあのしたらやってみてください。あのさっきみたいにねこうやって肩回すだけでもあの全然ね違うと思うので、ちょっと首伸ばそうかなとか体伸ばそうかなってだけでちょっと違うと思うのでやってみてください。おはよう。かなー。皆さんの今日の朝ごはんは何ですか？みんな今日何食べた？まあ、きっとねまだ食べてない方もいらっしゃるかもしれないけど、皆さん何食べる予定もしくは食べましたか？昼休みとかやってみる？あ、やってみて。本当に結構変わると思う。すっきりするよ。ひかねストレッチ大好き。気が向いたらね首とかこうやってやって伸ばしてる。なんか外でさこうやってするの恥ずかしいからなんかこうやってやるだけでも結構違う。アーモンドクロワッサン、アーモンドクロワッサン計画だトマトカレー、あ美味しそう。トマトカレーって納豆いいね、朝食って感じする、定番ね。ヒカは何食べようかな。ヨーグルトは多分食べるんだよね。ぽぽ
を遅刻しました、ごめんなさい。いいよいいよ、見に来てくれてありがとう。前髪がおにぎりかパン予定。いいね、パン食べたい、おいしいおいしいパンが食べたい今気分的にはね。そう、昨日ね、お腹って本当に全然お腹空かなくて全然ご飯食べてなかったのね一日。まあ今もそんなお腹空いてないんですけど今はい全然食べてなかったんで、なんかすっごいおいしいパンが食べたいそう、ひかがね大好きなパンのお店がありまして、そこのパンねめちゃめちゃおいしいので、どれもローソンのミルクボールにしました。最近ハマってる。お、いいねミルクボール。朝ごはんの話、そうそうそう朝ごはんの話。シーリー、シーリーってなんだ。何だろうねえ、なんか何食べようか本当に迷ってる。お腹空いてないな豚汁定食、お、いいですね。豚汁大好き。昨日の夜もね豚汁だったんですけど、豚汁大好きがね、なんかのお味噌汁何がいいって言われたら大体豚汁か卵、溶き卵を選択するくらい、もう本当にお味噌汁はその2つが大好きなので、普段はあんまりお味噌汁食べないんですけど、それだと食べるっていうお、目玉焼きもいいね。目玉焼き丼美味しいんですよ。ご飯の上に目玉焼き乗っけてトロトロの状態ね、半熟のね、黄身が半熟の生焼きを乗っけてソースかけて食べるのがマジで最高です。私大好き。ひかの目玉焼きっていうよりベーコンエッグなんだけどね。ベーコン、ハマってるパン屋ってどこ。ね、インスタでねフォローしてるんですよ私。金沢来たらね行ってみてください、ぜひ。ね、能登ひばからベーカリーって知りませんか。はい、私本当にそのお店一回お母ちゃんに言われて行ったのね。めっちゃ美味しくて、ぜひ行ってみてください。のとひばからベーカリー超美味しいです。なんかジェラートとかも売ってて、はい、ジェラートとかクッキーとかも売ってて美味しいんですよ、どれも。どこだろう、金沢のね、そこなんて言うんだろうななんて言うんだろう、あそこ、ね、調べよう。駅西新町だそうです。はい、金沢市駅西新町の場所にあって、なんでねぜひ皆さんコロナ禍落ち着いたら行ってみてください。結構ね時間帯でパンがもう売り切れというか、ちょっと在庫がもう少ないですっていう時もあるんで、割とオープンしてから早めに行くことをおすすめします。私は、はい、インスタとかもやってるんでぜひ見てみてください。私本当に大好き、ここ美味しいの、おすすめだよ。ひかるん、皆さん好きなパン屋さんとかあります？ひかはね、ここに行く前はジャーマンベーカリーが好きでした。もちろんね今も大好きなんですけど、今も大好きなんだけど、はい、ジャーマンベーカリーにがっつりハマってましたね。
ジャーマンベーカリーも金沢駅にあるねパン屋さんで、はい、美味しいんですけど、なんか美味しいパンっていいですよね。基本的にパンはあんまり食べない人だから、美味しいパンを食べると本当に幸せになるんですよ。まあご飯食べてると幸せになるんですけどそう、ご飯食べるの大好きだからご飯食べてるともうそれだけで幸せなんですけど、平野ベーカリーが好き。じゃあまたちょっと配信でやりましょうね。本当はね、配信、このね企画、イベント中にもねパン行きたいなと思ってたんですけど、なかなかちょっと30分で2時間半空きはではちょっとパンできんなと、ほぼほぼ工程見せられんなっていうことでちょっと諦めましてそう、ほぼほぼ工程が見せられない。パンは何個食べれる？割と何個でも、あ、でも2、3個、うん、結構ね2個くらい食べることが多いかな。はい、まあ、サイズにもよるんですけど、こんな大きいのは2個食べられないよ極端だけれども、はい、ポンパドール、なんか聞いたことある気がする。あ、横浜、横浜がね発祥のベーカリーだそうです。いいねいいね。サンドイッチならいけそう。サンドイッチいいですよね。ヒカはねフルーツサンドが一番好きです。昔はねなんかてりたまだったんだけど、そう、今はもうパンをねあんまり食べないから、もし食べるってなったらそのセブンとかにさ茶色のパン、食パン、茶色のパンのサンドイッチってあるじゃないですか、お野菜とかたっぷり入ったやつ、あれを食べますね。あれも美味しいんですよ。珍しく野菜をあんまり食べない私がそう、手に取って食べたという。フルーツサンド食べたくなってきた。いいよね、美味しいよね。お兄ちゃんもねフルーツサンド大好きで、というかお兄ちゃんね甘いパン大好きなんですよ。お食事系のパンより甘いパンがめっちゃ好きで、はい、お仕事休みの日とかもう絶対食べてますね炭水化物好きなんです、すごい。ご飯、パスタ、パン、ポテチとかも好きですよ。なのに太らないっていう、うらやましいぜ羨ましいぜ。先生3週完了です、ありがとうございます。うん、ね、パンが食べたいそう、本当にひかね、パンが食べたいとか思ってもなかなか食べれないですから。そう、ひか聞いてください、最近気づいた の、 私ね糖質と脂質で太るんですよ唐突な暴露なんですけど、私本当に糖質とっても脂質とっても割と太っちゃう人なんですよ。私は野菜、野菜しか食べちゃいかんのか本当にショックだったんだけど、なんか結構ね、まあ体型維持とかで気にしたりするんだけど、割と本当に何食べてもだったんだよね。不思議だな不思議だな。でなんか人によって体質ありますからね。お兄ちゃんは本当に糖質とっても太らない人みたいで、どんだけ取った、まあそうね、食べ過ぎなければ大丈夫ですよ。それは食べ過ぎないのと、あとは運動すること。そう、頑張る頑張るだって頑張る運動ね、お散歩行って、おはよう。
かり食べるんやね。食べてるよ。しか炭水化物大好きだからね。ご飯大好き。そう。糖質と脂質を同時に食べると太るよ。あれだね。美味しいものは脂肪と糖でできているっていうやつですね。美味しいよね。その組み合わせね。最高だよね。あ、おはようございます。あ、よし、55分ということでね。ランキングにね、行きたいと思います。13位タツノコさん、12位セタンカさん、11位サルキチャットヒカチューブさん、10位ギュレスアット7レンジャーさん、9位ライラックさん、8位ランタンさん、7位極楽さん、極楽北海道からさん、6位アスタリスクさん、5位トキピタさん、4位谷口ひろきさん、3位カポちゃん、2位夜中ひなたももらっとヒカチューブさん、1位ユータとヒカチューブさんです。ありがとうございます。そしてランキングいきます。千鳥のダイブアット米の癖がすごいんじゃ。はい、ラブカードさんありがとうございます。サルキチさん、中日向守さん、 WY アット影の守護神さん、チコちゃん、カブちゃん、ありがとうございます。そして星投げてくださった方、カウントしてくださった方、本当にありがとうございます。はい、朝早くからありがとうございます。次は2回目9時半からですね。おはよう、見てください。見てください。ギリギリ3週分終わった、ありがとうございます。はい、よいしょ。ショールームインスタグラム755、ぜひいいね、コメント、フォローお願いします。お願いします。はい。はい、そしてね、4日目が始まりましたので、ぜひ本日も応援よろしくお願いします。ぜひ見に来てくださった方ね、50カウントあんまりまだしてないよとか、何ですか、星投げしてないよっていう方いたら、はい、ぜひお願いし、ぜひね、してくれると、応援してくれると嬉しいです。お願いします。最近ギフトのことランキングって言ってない？あ、多分ね、ギフト行きますって言ってないのかもしれない。ギフト、え、ランキングって言ってる、もしかして。やだ、待って、恥ずかしいんだけど。頭がおかしくなっちゃった。ちょっと混乱してるの。混乱してるのね。ちょっと次から気をつけなきゃ。ランキングって言ってる、嘘、ランキングって言ってた、恥ずかしい。混乱しすぎでしょ。ギフトです。はい、ありがとうございます。恥ずかしいじゃん。でも教えてくれてありがとうございます。なんか言ってくれてよかった。言ってくれなかったら、多分ヒカこれからの配信ずっと、あ、じゃあランキングいきますって言ってギフトの方呼ぶでしょ。ちょっと恥ずかしいから、それは。ありがとうございます、言っていただいて。はい、はい、ということで本当に1回目見に来てくださってありがとうございました。今日もよろしくお願いします。それでは今日も一日頑張りましょう。お仕事ある方は頑張ってください。はい、それではまたね、次の時間に会いましょう。またね、ありがとうございました。バイバイ、あとでね。こんにちは。なんかすごい、めっちゃ読み込み遅かった、なんでだろう。おはようございます、こんにちは。おはよう。おはよう、すっぴんですいません。はい、おはようございます。今日2回目の配信です。10時までやっていきたいと思います。30分。おはよう。
このピンが、ちょっと待ってね、ピンが外れかけている。おはようございます。オッケー、治った。はい、ということで、私ね、朝ごはんまだなので朝ごはん食べます。もぐもぐ配信です。ヨーグルト、ピアちゃんかわいい。ヨーグルト、蜂蜜をね少し入れて、あ、いただきます。美味しい、ヨーグルトって美味しいよね。なんか無心になって食べられる無心になって食べられる。充電充電、ピンチピンチ。あいつ、え、い、おはよう。よいしょ。ヨーグルトだけ？そう、お腹空いてないの、あんまり。お腹空いてないか、とりあえず少しでもお腹入れとこうかなと思ってヨーグルトにした。おはよう。充電何パーセント？ 10% 表示が出ちゃった10% 表示出ちゃったよ。美味しい。果物入れても美味しいんだよね。キウイとか潰したバナナとか。無心になってね無心になって食べれる。もうなんか無の状態でも食べれるよっていう。なんだろうね、美味しいからさ。何のバナナ入ってますか？入ってません入ってません。ドライマンゴーは、まあ、ヨーグルトに入れとくとね、生みたいになって美味しいんですけど、糖質上がっちゃうんで、基本的に蜂蜜しか入れないです。蜂蜜少しだけ。ドライフルーツって本当に砂糖をめっちゃまぶしてあるので、確か。ヨーグルトって朝って感じでいいよね。わかるわかる。すごいわかる、ね、ヨーグルト食べると朝って感じするよね。50カウントお届けです、ありがとうございます。アボカドじゃねえしは入ってますか？入ってません入ってません。おはよう。星集めしてくる、ありがとうございます。チームメイトだから蜂蜜、いや別チームメイトだから蜂蜜って考えたことはなかった。別にそこまで結びつけてない、食べ物に関しては。そのなんか八番ラーメンとかって、あ、エイトだとは思うけど、蜂蜜は別にそんな気にしたことない。私がただ単にヨーグルトに蜂蜜を入れて食べるのが好きっていうだけ。あとね、蜂蜜はね体によろしいので。なんか寝る前にスプーン一杯の蜂蜜舐めるといいとか言いません？まあ舐めたことないけど舐めたことないけど。おはようグルト、おはよう。野菜ラーメンの豚骨味なくなるの知ってる？八番ラーメンですか？ひかね、実はね、八番ラーメン豚骨あるの知らなかったんだよね。お醤油味噌、塩、
だと思ってたの。うん、豚骨あるの知らなかったんだ。で、豚骨食べたことないんです。だから私、みんないい点に対して敏感やね。まあそうですよね。車のナンバーとかでも8とか88とかあったりするじゃないですか。そう、あ、8だと思って8だと思ってね。蜂蜜喉にいいって聞いたことあるよ。そうですね、喉にいいって言いますね、確かに。うん、蜂蜜は美味しい。蜂蜜のさ、ナッツ漬け、ナッツ入ったやつとかも美味しいからね。うん、ごちそうさまでした。パンとかにも合うからね、蜂蜜って。食パンに。僕の車ナンバーは48です。あ、そうなのか。いやでもいいじゃないですか、48 そう、もうなんかすっぴんがすごい。今日黒の服じゃないからさ、顔がなんか茶色い茶色いな。おはよう。次のね、お昼の配信からね、きっとメイクしてるんで、すっぴんごめん。そう、でもね、ピアスも変えました。これね、最近つけてなかったんだけど、今日髪の毛結んで顔周りすっきりしてるんで、大きいアクセつけてもいいかなと思って大きいアクセにしました。かわいいのそう、今日はね、見えるかな、いてて、つなぎなの。オーバーオール、タンクトップにで羽織、ほらちょっとエッチちょっとエッチね、チラリ二の腕が。基本的に出さないんですけど、私二の腕を二の腕私出さないんですけど。おはようございます。可愛いからの素敵なお姉さんな感じ、ありがとう。口紅塗ろう。さすがに唇の色が悪いわ。あ、過ごすと明るくなってきた。もうちょっと上向けていい？いいお天気だ。でも今台風近づいてきてんだよね、確か。石川直撃だった気がする。やだなやだな、困るな。天気ずっといいままでいてほしい。
スクさんありがとうございますねえ困っちゃうね、うん、困っちゃう。石川あたりは金曜日に来るんだっけ。そうだっけ、なんかちゃんと予定は見てないんだけど、すごいあの直撃してたなっていうのだけ覚えてる。え、わかんない。宇宙ヒカルン完了ありがとうございます。おはよう。北陸直撃は珍しい。確かにそうなんですよ、北陸っていつもなんかそれで行くんで、割とあんまり直撃することってないんですよね。ヒカの力でどうにか、ヒカルンパワーでそんな自然を揺るがすほどのパワー持ってないですね私の力で台風どっか行けって台風どっか行ったら、まあそれはそれでねいいんですけどさすがにそこまでの力ないな。おはよう。他の梅干し飛ばされないか心配。あ、もうね瓶に入ってお家の中にございますので飛ばされません。あとね1ヶ月くらい、ちょうど1ヶ月くらいで食べれるようになります。3ヶ月経つので、はい1ヶ月くらいだね。最終目の節集めしてくれありがとうございます。そう1ヶ月楽しみおはよう。あ、そうですね、最近っていうか、なんかまあ何ヶ月か前か、6月からですかね、私梅干しを作りましてというか、青い梅から梅干しをつけて干してまあやって、初の試みをね、やったんで、はい、酸っぱいの甘いの分かんない。一応塩分はね 15% にしといたんですけど、実際食べてみないと分かんないですね。おはよう。アタックさんありがとうございます。ねえ、だからお楽しみ。何回干した？3日間干してカピカピにしてカピカピって言ったらあれやけど、まあ乾燥させて、そうでもう一回汁につけてしばらく置いとくんです。でそこから3ヶ月経ったら食べれるよって、1年くらい経つとマイルドになるよっていう、なんか酸っぱさとかがちょっとマイルドになるよっていうのを書いてあったかな。うん、でも1年とか待ってられないんでせっかちだから、ちょっとそういうとこせっかちなんで待ってられないから食べる。梅はね初めて作りました今年。なんかずっとねつけてみたいなとか作りたいなとか思ってたんですけど、はい初めてだから今年、まあこういう状況で家にいることも多かったので、梅干しねできたらね、なんかおにぎりにして配信で食べたい。梅干しに名前あるの？石川ちゃんとか富山ちゃんとか。いやないけど、ちょうど本当にこれ買ってきた梅、まあ傷んだ梅とかは使えないんですけど、それを傷んでないやつつけたやつ全部数えたら47個あって、そうだから今あるのは47個なんですね、梅干しだから。なんだっけ、47の素敵な
梅になってるんですはい、でちょっとね、あのそれぞれお名前つけられたらいいんですけど、さすがにもう見分けつかないから回しちゃうぞそう、おはよう。そうだから47個ございます。せっかちなの、せっかちだよ。ひかせっかちというか、まあなんか早く、そうね、準備とかも早くしないと落ち着かないし、なんだろうね、メンバーに送るの、いや送れない、さすがに美味しくなかったらあれなんで送れないです。いやきっとね、スーパーで買っていただいた方がね、ねね、でもなんか今のところにいい感じなんですよ、見た目は。いい感じになんか梅干しもう、あ梅干しですねっていう見た目をしているから大丈夫だとは思うんですけど、まあ食べてみないとわからない。でなんかお料理とかにも使いたいし、楽しみ楽しみ。ねえねえってあれだけど、楽しみなんです。またね、梅干しお披露目配信もするので、はい、告知するよ、きっとやるってなったら。だからその時はぜひまた皆さん来てください。それで美味しくなかったらどうしようあれみたいな、なんか違くない味みたいな、あやだな、怖い怖い、初めての試みだから。でもね、ひかね、漬物とかもつけてみたいんですよ。そう、1ヶ月後くらい、ちょうど1ヶ月ではないけど、まあ1ヶ月後くらいにね、とりあえず食べれる状態になりますので、お楽しみに。そう、漬物なんかキムチとかもいいなって思います、つけるの。そう、なんかそう、ぬか漬け、ぬか漬け早いいなって思うんですよね。でもぬか床どうなの、なんか作れるのかな、ひか、なんか全然聞いたことがないから、やり方とかを。おお、すごい、いろんなのが。おはよう。ね、なんかいろんなことにチャレンジしたいっていう。梅干しはね、なんか美味しくできてたら、来年もまた作りたいと思いますし、いや美味しくできてなくても試行錯誤してもまた作りたい、ね、次こそ美味しく作るぞっていう意思を持って。頑張っての50カウントありがとうございます。おはよう。でも梅干しってなんか思った以上に大変でしたね、やっぱり。いや、まあいや大変っていうか、なんかドキドキというか不安というか。目指せ梅干しアイドル。
いや別に目指してはないよ梅干しアイドル。まあいないだろうけどね、そんなアイドルでねこんな梅干しつけてる人 AKB の中では一人じゃないかなって思ってるんですけど思ってるんですけど、はい、うん、なんか初めてすぎて、でなんかそのレシピ見ながらもちろん作るんですけど、全部の工程写真載ってるとかではないんですよ。やっぱりこうなったらいいですよとかでないんで、なんて言うんですかね、なんかあれなんかこれって大丈夫なのかなみたいなのがあって、本当に本当にこれ合ってる、このまましそ入れちゃっていいのとかいうことがございましてね、ドキドキでした。でなんか使ってないとカビが生えてきちゃったりもするんだよっていうのを見て、マジかと思って、そうなんで私のやつは無事大丈夫だったんですけど、乾燥するのもねちょっといろいろありまして、私がその下処理とかするのする時期が早すぎてそうする時期が早すぎて、なんか梅雨明けしてないのに、あもう干さなきゃやばいんだけどみたいになっちゃって、そうなんとか晴れる日を待って頑張ったねえ、個性があってよきよき。なんかね、しかも昔からまあ虫は苦手なんですけど、なんか野菜とか育てたいなとか、そうね、なんかそういう憧れというかなんというか、まあ昔ね今はねなかなか行けてないんですけど、おばあちゃんの家でね田植えとかしてたんですよ、5月になるとゴールデンウィークですね。はい、まあ、そういうの見てたらなんか、あ畑とかいいよな、畑とかなんかね自分で育てたものを自分で料理して美味しく食べるっていいよな、そう今でもねやっぱりそれは思うので、そうやってみたいんです。でもね庭がそんなに広くないのでそうめちゃめちゃ広いとかではないので、うんね、いつかやりたい。なんかできないわけではないと思うんだけど、プランターとかでねやりたいな。ちょっと考えようかな。これからはカメムシの時期でゾッとします。あーやだー。いやー、はい、うちにも来ますようちにも来ますよね、カメムシね、やだよね、カメムシの時期ってやだよね。てかさ、本当に虫触れないの、もうクモとかダメなんですよ。ヤモリとかトカゲはいけるんですよ、カナヘビとかねはいけるんですけども、基本的に虫さんアウトなのでダメだ。なんか昔はね家でおばあちゃんがナスとかピーマンとかトマトとかやってた気がする。そうプランターでねやってたんで、なんかやりたいなーって。なんか授業でさ何かを育てましょうとかあったじゃん、ゴーヤを育てるとか、まあなんか朝顔とか、そうなんかそういうの大好きだった日かその時間好きだった。保育園とかでもその芋掘りとかあったんですけど、お55分ありがとうございます、めっちゃ好きでしたね。でもねその時の私の顔がすごかった、まあ、小さい頃だったんで、なんか何ヤンキー座りして本当に保育園でねヤンキー座りしてすっごい顔でこんなんしてさつまいも持ってた、まあ、まぶしかったんだろうね。そうなんかこうちょっと見えないんだけど、こうやってこうやってやってたのを覚えてます。なんか今でもなんかその保育園で、ね、写真をもらえるんですけど、そう、それがすごい印象的でしたはい、ということでちょっとランキングいきたいと思います。13位笑顔のわさん、12位たっけねこ17さん、11位極楽北海道からさん、10位ラミヒーさん、9位ギャレスアット7レンジャーさん、8位かぼちゃん、7位テチテチアット大西軍と STU とゆらとチャキハラグロ隊さん、6位リョーマさん、5位タイラさん、4位トキピタさん、3位食べられま船長さん、2位アスタリスクさん、1位ユータとヒカチューブさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。ユータさん
T 君さん、 WY やっと影の守護神さん、ダランさん、アスタリスクさん、ニャンキチさんです。ありがとうございます。ニャンキーとかじゃないよ、普通になんかあの小さい子は座ってくださいみたいなだったの。あの小さい子なんか後ろにもね並ぶ子がいたんで座らなきゃいけなくて、で多分お尻をあんまりつけたくなかったんだろうね、私はそのちっちゃい時お尻をつけたくなかったからか、あのすごい座り方をしてすごい渋い顔でさつまいも、さつまいもだっけな、持ってましたね懐かしい、いいね、保育園の時いろんな体験したからね。はい、ということでね、2回目の配信は10時で終わりたいと思います。次は12時半から1時です。3回目ですね、お願いします、ぜひ来てください。そして星投げカウントギフト本当にありがとうございます。そうだ、さっきね755とインスタでも言ってたんですけど、おはよう17時半から18時と20時半から21時の配信で、カラオケ配信、ああ消えちゃったはい、カラオケ配信をしようかなと、のんびり歌いつつ、はい、カラオケ配信をしようかなと思ってるので、ぜひお時間ある方来てください。6回目はね普通におしゃべりしたいと思います。はい、3週間にありがとうございます。はい、ということで皆さん見に来てくださってありがとうございました。よし、ちょっと待ってね、時間をチェック、時間チェック、次の配信からはまあバッチリメイクか、もしくはメイク配信もしくはメイク配信かな。はい、メイクをまあしてやりたいと思います。それでは本当に皆さん見に来てくださってありがとうございました。ショールームインスタグラム755、ぜひいいねコメントフォローお願いします。ヒカロンキッチンはね本日はないです残念、ごめんなさいまたね、あるものを作りたいなと計画はしているので、はい、またお待ちください。はい、それではまたね、ありがとうございました。おやすみゆっくり寝てください。ありがとうございました。バイバーイ。はい、こんにちは、ひかるんです。こんにちは。こんにちは。はい、ということで今日3回目の配信を始めます。はい、こんにちは。始めるんですが、まあ皆さんお気づきの通り、ひかるんね、さっきの配信でね、次はメイクしてるよ、まあもしくはメイク配信するかもみたいな感じで言ったと思うんですね。はい、そして私見事にすっぴんです私見事にすっぴんです。ということで、この時間はメイク配信をしたいと思います。こんにちは。はい、見事にすっぴんなんで、はい、まずはちょっと乳液なんで、ちょっと私大雑把なんで大雑把にいきます。ダッダッダとダッダッダと進めていきます。よし、だね、なんか前髪とかもピンで留めたらいいんだけど、ピンがないのと後ついちゃう。
にちは。はい、そして次はね、まあファンデと言いたいところなんですけど、はい、空っぽです。あ、映っちゃう、ああ、鏡に私のちょっと今荒れている部屋が荒れているお部屋が、はい、もうちょっとね、この前お話ししたんですけど、そう、お仕事の前にね急いでたら割っちゃって、まだ買っていないというショッキングなねお話でございます。はい、ボロボロに全部落ちました。はい、なのでまあ最近はコンシーラーだけで済ませています。そう、そのコンシーラーももうすでになくなりそうですいろんなものがね一気になくなってきちゃって、ちょっとやばいんだ。まあコンシーラーでね、まあ主にクマを隠します、私は。はい、クマがねいっぱいあって、私ね、なんかお絵かきしてるみたい。ここだけ見たらなんかすごいよね。これをねちょっと伸ばしてちょっと手元にちっちゃいかな、伸ばしていきます。こんにちは。はい、まあこんな感じでね、クマをまあある程度隠れたかな、くしました。そしたら次ね、眉毛。そう、髪の毛茶色、まあ今ちょっと黒く見えるんですけど、はい、髪の毛明るいのにちょっと眉毛がね黒いとね浮いちゃうんで、まあいつもすっぴんの時黒いんですけど浮いちゃうので、次は眉毛。私ちょっとねここら辺が足りないんで描き足して眉マスカラをします。私ね眉毛描くの嫌いなんです、苦手、下手くそなんよね眉毛描くの。こんにちは。ものすんごい下手くそなんよ失敗するかも失敗したら気にしないで。とりあえずね一旦描いていきます。こっちはいいや、ね、キャンメイクか。あ、これはキャンメイクですね。もうなくなったんでちょっと中身買いに行かなきゃいけないんですけど、あ、いい感じじゃないお、いい感じのような気がするほんで、いや、これ以上やるとねなんかね、またねあーってなっちゃいそうだから、ちょっとあとちょっと、あ、そうだ内側ね、私ねここね、ここがね薄いんですよ。もともとね毛の生え方が違うから、ここがなくって、そう、こっちの眉毛だけ少し短いんですよね。あんまり気にしたことないんだけど、まあこんな感じでしょう。そしたら眉マスカラするんですけど、眉マスカラがもう本当に空っぽっぽなのよね。買わんといけんのよ。だからちゃんと綺麗に染まるかがわからんっていう、染まらんかったら許して眉マスカラで染まらんかったら許して、空っぽなんやなって。眉毛はつなげませんね。めっちゃね眉毛濃いんですよ、濃ゆいんですよ眉毛。
何のマスカラ使ってる？眉マスカラはね、これエクセルですねの多分一番明るいやつじゃなかったかな。これあのメイクさんにあの眉マスカラは髪の毛よりワントーン明るいくらいがいいよって言われたので一番明るいやつを買いました。急じゃない？ちょっと待って、ここだけはみ出ちゃった。無理やりこそぎ落とす。茶色、お、茶色になったんじゃない？割と。割かし。眉マスカラ、目も、いや、使わんやろ。いや、そんなことないよ。わかんないよ。全然、今はね、男性でもメイクする方いらっしゃいますから。はい。全然いいと思いますよ。メモっといてください。眉毛いつもパウダー使ってるから参考になる。本当？しかそんなメイク詳しくないんですけど、なんか一応あのメイクさんに教えてもらったのをいつもなんとなくやってます。しかもね、本当はパウダー使った方がいいよって言われたんですけど、パウダーは本当に分かんなかったので、とりあえずペンシルと眉マスカラで今のところなんとかって感じかな。ねえ、ちょっとメイク詳しくなりたいんだけど難しくてね。はい、こっちの方がさ眉毛太いよね。ここ絶対いらない、ここの眉毛。まあいいや、今日はいいっしょ今日はいいだろう。今日はもうどうしようもできないから、ちょっとね、前髪で隠すっていう、ごまかす、前髪でごまかすそう、ひぎ、前髪ごまかし。ここに長い毛が一本、あ、前髪でごまかしたらね、わからないわからない。はい、ということでね、次はこれですね、アイシャドウ。ロムアンドを使ってます私最近。めっちゃ色いいんですよ。はい、ロムアンドを使っていきます。コーラルピンク、はい、コーラルピンク。お、あっ、あっ、危ない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 。眉毛長いのおるな。こんにちは。いや、ちょっと本当に眉毛眉毛じゃない、前髪をちょっとまぶた全体に塗ります。全体的にちょっと あの広くね塗ります。こっちもね、こんな感じ。ちょっとね、塗って。そしたら次ね、下も少しだけね、こっちの下もピンク入れます、私は。ピンクを入れて、ここね、ここに少しだけ入れて、次、茶色。茶色を、さっきより幅狭めで入れます。まあ分かんないです、茶色は。そんな、そしたらラメ、キラキラ入れます。ね、私もいつからかメイクにラメを入れるようになった。割とね、ラメはねがっつり最近入れてます。え、てかさ、なんかやっぱり照明、黒い服じゃないと照明かな、暗いな暗いよね、きっと。お顔が暗くなっちゃうんですよね。見えるかな、ちょっとキラキラ。すごい、こうやって見るとメイクめっちゃ濃。下にもね、涙袋の部分に
ラーメンを入れます。まあひかもともと笑ったら出るんですけど、コンシーラーするとね涙袋まで消えちゃうんで一気にね。そしたら次ちょっとあの大きめのラメを、ちょっとねあの黒目の上に入れます。お出かけ、いやお出かけってほどではないんですけど、まあメイク用品、あのさっき言ってたメイク用品を買わなきゃちょっとやばいので、もうそれをね買ってきます。下にもね少し入れて、でアイシャドウは終了。なんか暗いんだよな、なんか暗いんだよな。はい、そしたら終わり。そしたらまつげあげます。ちょっとねまつげをあげましょう。しかねまつげがなかなか上がんないので、ちょっと頑張ってとりあえずあげます。ちょっと55分までに終わるかな、メイク55分までに終わるかな。メイク用品を買うためにメイクするのか、うん、うん、いやなんかイベント中はね配信メイクしたいなと思って、そう絶対メイクはどっかで一日一回したいなと思って、まあもう昼時だしメイクしようかなと。そういつもねあの9時半の会が終わってからねメイクして、お昼時にはもうメイク終わっている状態なので、配信始めたら、はい、ちょっと今日はだからこの時間をメイク配信にしようかなと。まつげがなかなか上がらないまつげがなかなか上がらない。もうまつぱがねもう全部落ちちゃったんで、なかなか上がんなくて、まつげあげるの嫌い、昔から嫌いだったんだよね。だから昔さメイクするときさ、アイラインと口紅しかしなかった気がする。エイト入ったばっかりのとき本当に全然しなかったねメイク。まあ OK かな、よし。そしたらマスカラ、ファシオのファシオパワフルガールマスカラボリュームの、これブラウンですね、ブラウンをします。はいですね、こういうだけね、眉毛に、眉毛じゃない、まつ毛につかない、違う、まつげにつかないようにじゃない、まつげにつけるんですけど髪の毛にねつかないように。ちょっとなんか短い毛がねすごい目に迫ってくるからさ、すっごい目に刺さんのよ。ちゃんちゃかちゃん、よいしょよいしょ。まあマスカラはなんかいつもなんかなんとなくいい感じに塗ってるだけ。男の人でも下地とかするだけでだいぶトーンとか変わるよ。そうなんだね、男性のメイクは詳しくないから、まあ、自分のメイクすら詳しくないんですけどそっか、そうなんだね、すごいなんか詳しそうメイク。そしたらちょっと乾いた頃にもう一回だけちょっとねマスカラでグッともう上げちゃいます。はい、これでねより上がるかなと、私はいつもそうしております。でなんかねダマになったらちょっと
自分でほぐして、なんかまあそういうまつげのコームとかもあるんで、コームみたいな、はい、こんな感じ。やばい、47分メイク終わんない終わんない終わんない。よし、次左左行くよ行くよ行くよ。よし、上がった。左の方が上がりやすいんだよねそう、左の方が上がりやすくて、しかも癖もあんまりないから、左の方が好きだ、やりやすい。なんかまつげもなんか寝癖ができるんですよ。変な方向に跳ねてたり曲がってたり折れてたり、なんかもう本当に日によって全然違うから、一本だけなんかもうすごい斜めに跳ねてんじゃんみたいな人とかいるんですよ。本当にもうね、そういう人は困ったもんで、問題児さんです。はい、よし、そしたらちょっとね、少しだけ濃くなりすぎないように下まつげにも塗ります。あ、やばい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 、頑張ってください。ありがとうございます。よしよし。寝方が相当やなかな。でもなんか本当にすごいんですよね、寝癖が結構。跳ねてたりするもんだから。ただ焼いた、焼いてないよ焼いてないよ。多分ね、電気の具合と、あとね、しかね、黒い服着てないとね、すごい顔が暗くなるんで、その影響かなと思います。よし、まつげ上げるぜ。よし、オッケー、上がった、上がったの見える？こっちもうちょっと上げたいな。しか本当に上げるのも大変だし、落ちてくるのも早いし、なんかもう散々なんですよ、まつげに至っては。なんだろうね、本当にまつげに至ったら本当に散々なんで。あー、ほらほら、一本問題児いるよ。この子どうした、この子どうした。あ、抜けてるわけじゃないのね。一本問題児いたわ昔のひかりちゃん写真とか見たけど、めっちゃ垢抜けたね。本当嬉しい。でもね、皆さんに日々可愛いと言ってもらえるからですかね。それはね、本当に嬉しいです。そう、まあそんなことないよとか言いつつ、あの内心すごい喜んでるんで、これからも甘やかしてくださいアイラインはね、細めに細めに目のね、キワッキワに入れていきます。ちょっと今日右のまつげが不調だな。右のまつげ不調、どうしたんだろう。体調悪い？大丈夫？まつげすっごい変な曲がり方してるぞありがとうありがとう、甘やかしてくれる、みんな優しいわ。あ、やばいやばいやばい、こっち失敗した。
オッケー。アイラインとまつげをすることで結構本当に変わります、お顔。昔はね、まつげあげるの本当に嫌いだったから、まつげなんてあげなくても変わんないよとか思ってたんですけど、結構変わりますね。なんかこの変な子が、よし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 、前髪が前髪が、オッケーオッケーオッケー、いいぞいいぞ。そしたら、はい、ちょっとね、あのシャドウ、まあ私はね、輪郭をちょっと削りたい人なので、少しいるマスカリをね、大切、これ大切、本当に大切。はい、まあでもね、まあざっとでいいです。あと私はあのここですね、少しあんまり濃くなりすぎないように影入れます。そして白い何ハイライトもここにね少し入れます。なんかね、そうハイライトとかシューティングとかちょっと詳しくないんで、まあ、自分流にちょっとパッパパッと適当にやってるだけなんですけど。はい、そしたらあとはもう口紅をしたら私のアイドルメイク完成。なんかさ、ナチュラルメイクできるようになりたいんだけどさ、あのこのメイクをあの仕事でもやるじゃん。なんかナチュラルメイクをどうしたらいいかが分かんなくて、そういつもプライベートでもこのメイク してる。イエベなのかな、かなって勝手に思ってます。だからあのオレンジ系とか使ったりしますね。オレンジ系とコーラルピンクとか、うんね。でもね、髪の毛はね、あのグレージュ系好きなんですよ。大好き、グレージュ系。あとあのシルバーシュとか、あのブルベっぽい感じのが好きね。なんか自分の好きなものと似合うものって違うもんですよね、悲しいけど。あ、そう、小さな、そう、ここね。はい、ということでアイドルヒカルン完成です。こんな感じで私のメイクは完成します。いつも昔に比べたらさ、メイクに時間かけるようになった。だってさ、今さ25分くらいねかかってるわけでしょ。昔なんてね、5分もいらなかったメイクなんてね。こんにちは、初見さん、ありがとうございますね。ごくんって言っちゃった。最近さ、お口が回らなくて、早口なんですけど、そう、ちょっとはい、あのね、お口が回んなくて、はい、55分になったのでランキングいきます。13位極楽北海道から3、12位食べられません蝶さん、11位ところてんヒカチューブさん、10位ギャレスアット7レンジャーさん、9位たもっちゃんさん、8位かぼちゃん、7位サルキチャットヒカチューブさん、6位あ、変わりましたね。ちょっと13位から読み直します。13位アンビルズランクさん、12位カボちゃん、11位ノッタさん、10位リョーマさん、9位ところてんヒカチューブさん、8位香港の JW アットチームメイトアコーシアット7レンジャーのヒカズキさん、7位スルキチャットヒカチューブさん、6位タイラさん、5位食べられません長さん、4位ヤストアット群マニアアット4度目ましてさん、ありがとうございます。はい、そして3位カッキー焼き鳥連合オレンジ会、お昼寝しながらこんにちはさん、ワンワン。はい、2位谷中ひなたまもるあとひかチューブひかるん応援したいさん、嬉しい、ありがとう。1位ゆうたあとひかチューブさんです、ありがとうございます。そしてギフトを読みたいと思います。はい、ちゃんとねギフトって言った。はい、かぼちゃん、T くんさん、ちょっと待ってね、アルビンズランクさん、ゆうたさん、やすとさん、かっきーさん、さるきちさん、 WY やっと影の守護神さん、谷中ひなたまもるさん、
ケロンさん、ウドさんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、次の時間は少し時間が空いて17時半からです。そして、17時半から18時の回と20時半から21時の回で、カラオケ配信をします。はい、まあなんか私が選んだ曲をなんかね、のんびり歌いたいなと思いますので、ぜひ皆さん来てください。お願いします。あ、そうですね、ありがとうございます。15時45分までに星満タン、16時45分に捨て星をぜひお願いします。はい、星投げ、カウント、ギフト、本当にありがとうございます。58分ですね。はい、あ、そしてショールームインスタグラム755、ぜひいいね、コメント、フォローお願いします。決め顔プリーズ、いいよ。何、決め顔だからこうしとけばいい、古いもう。はい、はい、ありがとうございます。ピエン顔は後日後日とさせていただきます。はい、ということで本当に皆さん見に来てくださってありがとうございました。最終カウント完了ありがとうございます。はい、59分になったので、3回目の配信はこれで終わりたいと思います。本当にありがとうございました。それではまたね、ありがとう、まったね、バイバーイ。ありがとう、こんにちは。少しだけちょっと、あ、お、危ない危ない危ない、倒れそう倒れそう倒れそう。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、平野ひかるです。いや、平野ひかる。はい、そうですね。今日4回目の配信です。はい、今日4回目の配信なんですけど、この4回目の配信はカラオケ配信をしたいと思います。のんびり何曲か歌ってって感じで、お話しながら歌ってって感じでね、配信を進めたいと思います。だからね、イヤホン持ってきた。イエーイ、やったー、パチパチ。はい、ね、こんにちは。ウェイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ。あいっ、待って、めっちゃ痛かった、ひどくない、え、結構痛かったよ。嘘でしょ、ね、痛かったんだけど、ひどくない、なに、え、なんかこのスタンドは私に恨みがあったのか。待って、結構本当に痛かった。本当に痛かったよ、なんで、ひどいな、もう痛っ。痛っ。スタンドぶつかったんだけど、倒れてきて、何、そんな私に恨みでもあったか、痛い。本当に痛いよ、ねえ、もうちょっとやめてよ。
びっくりしちゃった。このスタンド倒れるとか初めてなんだけど。痛い。はい、まあ、ということでね、気を取り直してカラオケ配信を進めていきたいと思います。これは事故なんだ。カラオケ配信を進めていきます。まあね、私が勝手にちょっと選曲してうんですけど、はい、何かスタンドに怒られるようなことした？扱いがちょっと雑扱いがちょっと雑かな、このスタンド。え、でもこのスタンドめっちゃ優秀なんですよ。そう、よし、カラオケ。ちょっと待ってね。どうしようかな。アクシデント中？ちょっと待って、あの A メロのね、音が思い出せないんだ私今。あ、いける。まあ、全部で1番を歌っていきたいと思います。ちょっとミスったらごめん。あーあとぶつかった。タイプタイプがわかんない。好きになっちゃうなんて 1000% ありえないと思ってた展開に裏切られた。恋よりも仕事、男なんかいらない。宣言してね、今更どんな顔する。下の目がまだ変わってないうちに、あ、これは事故なんだ。出会い頭、こんなことが起きるなんて、注意してても避けられない。想定外、ここか、で、二人で決めましょう。このまま付き合うとか、なかったことにするとか、なりゆきじゃダメ。久しぶりに歌ったら途中ば
あのやばかったんだけど。どちゃん好きに、しかもめっちゃ高かった。ごめんね、あのね、なんかね、カラオケ配信するって言ったじゃん。カラオケ配信するって言ったんだけど、あのちょっとね、喉がタイミングがはい、ちょっとね、ちゃんとね、行き過ぎた行き過ぎた。これ行こう。一瞬でできないっていう。好きなんだ。これね、踊れるよ。いや、これ好き曲。でも踊るとね、あのめっちゃスタンド揺れるんだけど。すっごいスタンド揺れるんですけど。やだ。AKB の曲っていつも思うけど、やっぱり声高いですよね。ね、なんかい
つも思うんだよね、すごい高いよなと思って。どうしよっかな。ちょっと待ってね。この曲いこう。だちとどん、あーこのあたり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 、私のね AKB 入るあのきっかけとなった、まあ、一番初めに好きになった曲ですね。するのがね、いいよね、大好きだわ。たまに声裏返るんだけどすっごいたまに、なんで声裏返るのっていう。よし、これいこう。これもね、いい曲ですよね。少しさっきの雰囲気とは違って。
バラード。聞いたことある人も絶対いる、あの私がもう何度も何度もやりたいと言っている、ちょっとエチエチなねマジで好き、何回も歌ってごめんほんとにごめん。マジ大好きなの許して。初めて握手会に参加した曲で思い出深い、あ、よかった。これやりたいの、ずっとやりたい、でも叶わないの本当にやりたすぎてしゃあないの、やりたいのその思いを伝えるべく何度も歌うそう本当にやりたくて、
なかなかね、まだね、私には それだけのあのエッチさがないのかもしれないんですけど、はい、なかなか歌うことができないという。はい、時間的にね、次がラストかな。そうだな、次は、あ、やばい、読み込みが、あ、来た。あ、これで最後にしよう、今回は。はい、チーム8の曲です。チーム8の曲です。はい、これもね、ヒカ好きなんでね。ということで、あ、55分にちょうどなりましたね。ということで、1回目のカラオケ配信はこれで終わりたいと思います。そうだよね、星集めるか配信見るかどっちかにしないときっと見れないんだよね。なんかまあ無理せず、配信見たかったら配信の方見ていただいても大丈夫ですよ。はい、ありがとうございましたはい、ということで、ちょっとランキングいきます。13位、極楽北海道から3、12位、サルキチャットヒカチューブ3、11位、食べられません長さん、10位、別に光るのこと好きなわけじゃねえし、それね、すごく大好きだよね、ありがとうはい、9位、トキピタさん、香港の JW アット、あ、待って、8位、香港の JW アット、チームメイト箱シアット、7レンジャー&ヒカズキさん。はい、7位、タイラさん、6位、バンちゃん、5位、ギャレスと7レンジャーさん、4位、谷口ひろきさん、3位、りょうまさん、2位、かぼちゃん、1位、ゆうたとひかちゅーぶさんです。ありがとうございます。はい、そしてギフトいきます。 T くんさん、さるきちさん、もっちーさん、アイスカフェさん、かぼちゃん、 WY やっと影の守護神さん、ゆうたさん、カット BB さん、りょうまさんです。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、そして星集め、星投げしてくださった方、そしてカウントしてくださった方、本当にありがとうございます。はい、そうなんです、カラオケ配信はこの回だけではないんですなんか喋り方が誰って感じするけどね。はい、次はね、8時半から21時の回になるんですけど、その回もカラオケ配信をしたいと思います。ナナシちゃんがヒカルン好きなんだって。ヒカもナナシちゃんのこと好きありがとうございます。はい、今何時だろう。お、5時7分。ちなみに今の回は何を歌ったの？
アクシデント中、ハッシュタグ好きなんだ、フライングゲット、桜の木になる、一生の間に何人と出会えるのだろうかな。うん、そうだね、5曲しか歌えないのか、そっかそっかそっか。こんにちは。はい、ショールームインスタグラム755、まだいいねとかコメントとかフォローしてないよっていう方はぜひお願いします。はい、そしてね、本日最後の配信はですね、皆さんとまったり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 お話をしたいと思います。はい、よろしくお願いしますよろしくね声が、はい、応援よろしくお願いします。よこいしょ、おいほおお、ドラえもん違うよ、何の真似もしてないね、なんか私に合うモノマネってなんだろうね。最終とカウントでそんな暇はない。あー、ごめんね、無理せず本当に無理せず、見たかったら配信見に来てください。本当に無理しないでください。はい、ということで、あ、59分になりました、ありがとうございます。ということで次は8時半にお会いしましょう。それではまたね。バタコさん、いや何のモノマネしたつもりもないな、バタコさん、うん、ありがとうございました。アニメのキャラでなんかなかったっけ、ない気がするバイバイ、ありがとうございました、またね。はい、こんばんは、平野ひかるです。はい、本日何回目だ、5回目だ、5回目の配信を始めます。なんだけどちょっと待ってね、書き直させて。いやなんかさ、ちょっと一回ちょっとイヤホン切るね、ごめん。何事？めちゃめちゃカクカクしてたよ、何事や。こんばんは、インスタ可愛かったよ、ありがとうございます。あ、そうなんですよ、さっきねインスタを上げたので、ぜひ皆さん見てくださると嬉しいです。縦になった、あら、あれ今ヒカの画面では横なんだけど、おかしいな、ちょっとバグってる。こんばんは。はい、インスタをねさっきしたので、あ、サウナチョコズいいですよ、これでしょ。じゃ、床だって、あ、たまにあるんですよ、なんか急に縦になったりバグると Wi-Fi の調子悪かったりするとなったりするんですよ、不思議だよね。ちょっとそれでね、これをねさっき気づいたらさ、なんか消えちゃって、消えちゃってて、気づいたら消えちゃってて、今日何日、今日は4日目、4日目だよね。よし、ちょっとちゃちゃっと書くね。はい、いろいろハプニングが、なんかね本当にいろいろハプニング本当に起こりすぎてて、ちょっと書き直してから今回はカラオケ配信また行きたいと思います。はい、よし、よいしょ。
と待ってね。いや本当になんかさ、始まる直前になってさ気づいて、今日はスムージー配信なのかな、うん、カラオケ配信しますよ、ちょっと待ってね。いやちょっと本当にちょっとえと思って、何時だっけ、6時半だ、分から急ぐから待って、みんなにね時間をお届けしたいので、2位は9時30分から10時。いやなんかね、多分ヒカのイヤホンが悪かったのかな、なんかヒカのイヤホン切った瞬間、そうちょっと書くのに邪魔だったからイヤホン取ったらなんかバグっちゃって、ごめん、ヒカのイヤホンのせいかもしれん。字が汚かったら許してください。よいしょ、そうだこれだ、終わる、もう終わる、ごめんね、ちょっと字汚いんだけど、はい、できたできた、よし、映んないじゃん、書いたはいいけど映んないじゃん、ちょっと映そう映そう、はい、ということでね、カラオケ配信を始めていきたいと思います。ちょっとイヤホン一回つけますね、バグるな、ダメだ、片耳だ、こんばんは、迷っちゃう、待ってね、ね、マイク付きイヤホンついてるよ、あ、ついたついた、できたよかった。
イベントとか出たいな。みんなにね、大好きだ、君が大好きだってやりたい。違うのしちゃった。じゃあ次これいこうかな。はい、初めて時間をロスしちゃった私のボード書きに。うん、何にしようかな。ちょっと待ってね。どうしよっかな。じゃあこれいこう。あなたのことが好き
声が出なくなってきてる。あなたとどこかで愛し合える予感。よし、これにしよう。どこかな。次はどうしよっかな。素敵な曲だな。本当の気持ちをごまかしたくないんだって素敵、世界で一番大好きだよって。あ、いいわしみじみどうしようかな。迷うな。
迷っちゃって決まんない。うん、ちょっと待ってね、決めるから待ってね。少々お待ちください。ちょっとね、これ歌えるかな。あ、一部だけ心配なんだよな。来なかった。ちょっと面倒な気がしてた。聞かれることだけ黙ってうなずいた。いい人だとは分かったけど、まるでタイプじゃなかったからよ。仲良くならないつもりがあったのに、どこでどうしちゃったんだろう。私知らぬ間に恋に落ちてたの。何がきっかけだったのか、入り口を思い出せないのよ。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい。どんな注射も効かないわ。あなたのことばかり考えてしまうの。何も手につかないくらい。はい、ありがとうございます。ちょっと一つ音低いところあったけど歌えた、よかった。やりたいよね、かわいいもん。やられてしまったみたい。かわいい曲。あと1曲歌いたいんだけどな。ちょっと急いで決めたらいけるかな。あの曲だけちょっと最後に歌わせて。あの曲はね、外しちゃいけん。最後ラストです。これがまっさおな空を見上げて、誰かのこと思ってますか。今すぐ会いたくなった、誰かいるっていいね。幸せなこと見つけた時は君に分けてあげたい。47
とうございます。ちょっと、ね、時間的に1番しか歌えないんですけど、はい、ありがとうございます。楽しいね、やっぱり久しぶりにやると石川。はい、ちょっと本撮りますね。よいしょ。はい、ありがとうございます。ということでね、55分になりましたのでランキングを読みたいと思います。13位ヒカチューブのミケ、12位サルキチアットヒカチューブさん、11位香港の JW アット、チームメイトハコシアット、ナナレンジャー&ヒカズキさん、10位実は好きだったりします、大きな声では言えないけど大きい声で言ってください。はい、9位タイラさん、8位ギャレスアット、ナナレンジャーさん、7位谷口ひろきさん、6位ひでくんさん、5位かぼちゃん、4位プリーツアットヒカチューブさん、3位のたさん、2位さとちゃん、1位ゆうたアットヒカチューブさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。ラブカーナさん、 T くんさん、りょうまさん、のたさん、かぼちゃん、ななたさん、マスクマンさん、ヒカチューブのミケ、ヒデくんさん、サルキチさん、ニャンナカさん、 WY やと影の守護神さん、プリーツさん、ユータさん、チコちゃん、リョーマさん、サトちゃんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、次の配信はのんびりお話ししながらやりたいと思います。明日はこれするよとかね、お話をしたいなと思います。はい、次は23時半からです。23時半からです。はい、そうですね、なんだ、星集めが9時45分までにお願いします。そして捨て星を10時45分にお願いします。はい、ありがとうございます。はい、そしてカウント、星集め、星投げ、そしてギフト、本当にありがとうございます。とても嬉しいです。ありがとうございます。はい、そして、さっきもねお話ししたんですけど、あのインスタグラムを今日ちょっと3ヶ月ぶりくらいにアップしたので、はい、お久しぶりですの投稿したので、はい、ぜひあのコメントとかいいねなどなどなど待ってます。コメントはね、あの見たら、あの読んだらいいねしとくので、はい、ぜひお願いします。他にもね、 SNS は755と、あとプラムもやって、プラムやね、そうですね、やってますし、あ、ショールームの方もぜひ、お願いします。そう、しかもね、そんなに投稿してなかったってびっくりしたの。はい、ちょっともうちょっとはい、短め短というか、なんか、まあ、間を空けずに投稿します。はい、あ、59分、ありがとうございます。ギフトありがとうございます、たくさん。はい、ということで59分に、あ、そう、ランキングが変わったのね。ありがとうございます。すいません、ちょっともうお時間なんで読めないんですけど、本当にありがとうございます。皆さんありがとうございます。とても嬉しいです。はい、ということでね、あの配信をこれで終わりたいと思います。はい、23時半にまた会いましょう。本当にありがとうございます。ありがとう。それではまたね。ありがとう。ごめんね、あのランキング変わって読めなかった方、ごめんね。ありがとうございました。バイバーイ。じゃあちょっと21時になる前に切ります。
中学なんかちょっとだけ長い気がするんだよね。すごいすっごい地味だく、なんか遠目だと分かんないかもしれないんけど、すごい近くで見ると何個落ち長いのそうなっちゃって、そうだから一回毛先切り揃えてもらおうかなって、少しはい、まあ、伸ばすんですけど伸ばす予定ではあるんですけれども、まあちょっとね切り揃えてもらいたいなっていう。プリンも好き？いやいやね、そろそろ本気でやばい。ちょっとあのインスタやったじゃないですか、インスタ髪の毛結んでるじゃないですか。いや黒出すぎだろうって思ったんですよ、私は。すごい黒いやんって思ったから、そうこのあたりね、そうだからそろそろやばいなこんばんはね、なんか髪の毛なんか何色にしようっていう楽しみもあるんですけど、そうなんかそれよりなんかあんまり外に出たくないっていう、なんだろうね、なんか外行くのは嫌いじゃないし、スーパーとか行くのも好きなんだけど、んーなんかんそう急に出るちょっとしためんどくさがりが。こんばんは。そうでも今日ねちゃんとメイク用品買ってきた。明日はねちゃんとねファンデするからファンデするし、眉マスカラもねちゃんと つけれるしね、クマもねもうちょっと綺麗に隠れるんじゃないかなっていう、はい、ね、よかったよかった、帰ってよかった。こんばんは。そうもう空っぽのファンデとはおさらばだ。こんばんは。ね、またキャンメイク、そうですね、ファンデはキャンメイク、まあ、ファンデじゃないんですけど本当は、うん、なんかパウダーですね、まあ、キャンメイクですね。なんかまた下地とかした方がいいんだろうけど、なんかあんまりする気にならなくていいかなっていつもやってない。そうあとはなんだっけ、あとはケイトのあのアイブロウマスカラ、眉マスカラですね。はい、いや本当はねエクセル使ってたんですけど、エクセルがその行ったお店にエクセルがあのすごいコーナーがねちっちゃくって、そのお店にはあんまり置いてなかったみたいで、なかったので店員さんおすすめの、私も使ってるんですよと教えてくださったんでそう私も使ってるんですよと教えていただいたし、いろんなこと教えてもらったんで、そう色もねなんかいい感じだったんで、それにしようと思って、そうこんばんは。あと何買ったっけ、あコンシーラー、コンシーラーはねコスメのなんかプチプラコスメのねコンシーラーのところで1位を取ったね、私がずっと欲しかったやつを買ってきた、ついに見つけたそう、うん、私も使ってるんですよ、使いましょう使いましょう。そうまあ昔から比べたらね、なんかメイクの知らない私がメイク用品増えてきたなと思ってます。はい、口紅に至っては結構いろんな色あるからね、もう今はねオレンジ系ばっかりなんですけど、つけるのは。はい、コンシーラーって何シーラー、コンシーラーとは、うん、お肌のまあね、クマ濃いじゃないですか、まあこれなんか寝てないとか本当にそういうものではなくて、まあもともとねクマができちゃう体質みたいで、そういうものをね綺麗にスッとここの肌と同じ色にしてくれるものですね。あとやっぱりここね小鼻のところとかね赤み
踏んでちゃったり、あとねなんかその傷とかをねちょっと隠したりするものですね。ヒカルも死に弱いよね。そうそうそうなの。そうなんかどう断ったらいいか分かんない。すごいね必死に教えてくれるから、これいいんですよ、ここはこうでこうでってすごいたくさん説明してくださるから断れない。そうだからそういう場合は、ああの考えますって言って考えるか、そう考えて、あやめとこうかなと思ったらちょっと店員さんにね、あの会わないようにちょっとあのお会計の方に行くかはいですかね。もう本当にでもさ、あのね難しいんですよもう1位っていうのいっぱいない。うん、でもなんかねプチプラので調べたら結構それが出てきて、そうまあひかね、そんなあのデパコスとか興味ある人ではないので、はい、とりあえず発色良くて使いやすければいいっていうそうあんまりメイクにめっちゃお金かけるとか言う人ではないので、まあそれでいいやね、商売上手ですよね本当に。なんかすごいなって思うもん。あのお洋服とか買いに行ってもそうじゃないですか、あのこのお洋服ここがこうなっていてこうなっていてこういうのと合わせるとすごいいいんですよとか、おしゃれになるんですよとか、今これが流行りでとか、そう知識がすごいと思って。デパコスってお高いんですだよね。そうなんです、デパコスは高いです。はい、セリコインのコンシーラー使ってる。いやでもね、ヒカもね、あの100均のものとかも使ったりはしてましたよ。なんか今はね、なんかまあさすがに100均のはあんまり最近買ってないけど、そうなるべく安いのでなんかやっぱり人によってさ、お金のかけるところって違うじゃないですか。私は、まあ、漫画とお洋服、そしてまあ自分の食べたいものにお金をかけたい人なのでそうね、だからなるべく他で抑えようと思って。そうダイソーとかもね、あのもう侮れない、素晴らしいんですよ本当に。そう安くてもね、なんかすごいあの優秀なのはたくさんありますね。なんかもうテレビで特集組まれたりするくらい、そうちゃんとなんか最近のはすごいんで、店員さんに気を使ってるんだね。そういうことだよね。なんか、うん、でもなんか申し訳ないじゃないですか。すごいめちゃめちゃ必死にね説明して、あのね、あの私のためにかな、わかんないけれども、ここはこうでこうで、もうこれ人気なんですよ今ね、でこれはこうでね説明していただけると、もう私はもうそう、デパコスってこれからクリスマスコラボとかあるんだよね。いやそこまで詳しくないデパコスを買ったことがない、私は。え、デパコスってでもどこからデパコスって言うんだろう。そう一番お高いのでね、今使ってるのはロム&のこれですね。はい、これはねもうたくさん使えるなと思って、一回買ったら多分しばらく本当になくならないから、うん、これが一番いいやつかな。それ以外は割となんかリーズナブルで、まあ口コミとか自分でまあちょっと良さそうだなとかテスターとか見て良さそうだなって思ったやつを買いますね。うん、ね、アイドルだからね、もうちょっと多分コスメに気にした方がいいのかもしれないけどダメ、まあ、昔よりは気にしてるから昔よりは、本当に昔よりはメイク用品増えました。もうなんかどこに片付けたらいいかなくらい増えました一応。
最近はねがっつりメイク濃いですから私今日ねメイク配信見てた人は分かるかもしれない、割と本当に濃い最近、うん、だから最近はナチュラルメイクを覚えたい。ナチュラルメイクってでも何色なんだろうね、アイシャドウとか、まあ、まつげはさもうがっつり上げちゃっていいんだけど、メイクポーチに収まってる？一応使うやつしか入れてないから収まってますね。こんばんは。そう、使ってないやつは違うところに置いてあって、そうだから収まってるけど、うん、でも収納の仕方がわからないっていうかね、片付け下手くそなんですよ。そう、片付け下手くそで、だからちょっと今もお部屋はねあれなんですけどちょっとあれなんですけど、もう片付け得意になりたい。なんか別にねめちゃめちゃぐちゃぐちゃとかではないんですよ、ではないんだけど、なんかね、なんかね後回しちょっと後でにしようみたいな、でスイッチ入ると一気に全体的に本当に綺麗にするみたいなタイプなんですよ私ね。はい、スイッチ入ると本当になんかいつもあんまりできないところまで掃除しちゃうタイプなので、はい、そうだからなんか常日頃ねなんかお洋服をちゃんとね片付けたいんですけどね、なんかねなかなかすぐにはしまわないっていうインスタ見ました、僕が可愛い、ありがとう明日ワクチン接種1回目なんで寝ます、いってらっしゃい、気をつけていってらっしゃい、おやすみでもなかなかスイッチ入らないんよ。いやそうだわいやそんなことないって言おうと思ったけど、そうね、なかなかスイッチ入らんわ。うん、大型でしょうか、大正解、大型です本当にもうね大型の特徴ほぼほぼ全部合ってます、私よく言われる特徴は合ってますね、プラスちょっと A 型が入る感じ。うんね、なんかだからねちゃんとスイッチ入れたいんですけどね、私的にはそう違うんです、でも言い訳させて、違うの言い訳させて服を片付けられないのには理由がある、まず1位に服が多い、そして2位に片付けづらい棚が片付けづらいのよ今使ってる服の棚がね。そして第3になんかハンガーがね重みに耐えられなくて、服のまあなんかねちょっとふわっとしたスカートをかけるんですけど、服の重みに耐えられなくてもうなんかひし形この3つの理由により片付けが嫌になるんだ本当にお洋服はねなんか捨てようって思うんですけど、切れるんですよ、切れるのと、いやなんか切れるって言ってもね、まあ、着てないやつもあるんですけど、思い出よ、思い出、私の思い出だからね、思い出は思い出だって思うと捨てられなくて、私そう、あ、これはあの時にもらったお洋服だな、これはあの時に買ってもらったお洋服だな、もう全部思い出で本当に捨てられない、こういうのがダメなんだよね、これが片付け下手な証拠なんだと思う。きっと片付け上手な人ってパッパッと多分これはもう使ってないからいらない、これは使う、もう仕分けが多分しっかりできると思うんですよ。私ねもうずっと考えちゃう、あーこれどうしよう、捨てる、あー捨てる、ん延々考えるから。でね片付けしてる最中に途中でねま、そこら辺の漫画読み始めちゃうんでもうどうしようもないやつなんですけども私はい、こんばんは、
そうなんだよね、着ないやつは誰かにあげたりリサイクルショップに帰る。でも思い出がもう思い出がとか言ってたらもう一生ね服溜まってくる方なんですけど、そう、どこに行っても漫画があるのか。そうですね、私が片付けなきゃいけないスペースには大体漫画が置いてあります。はい、そう、さすがにリビングには置いてないんですけど、まあ基本的に私の部屋と、まあ、おじいちゃんの部屋と、あとまあ姉ちゃんの部屋、まあお姉ちゃんともともとひかが使ってた部屋ですね、一緒に使ってた部屋にはまあ私の漫画あの置いてあるんで、はい、はい、うーん、ねえ捨てなきゃいけない。うん、でもねひかキッチンとかはね片付けるの得意なの。お菓子とかのあのものに関しては片付けるの得意。もうこれは使わない、これは使わないよね、これは使わないよね。もう基本的にもう私しかお菓子作りをしないからなんだけど、それはそうね、あこれはもうちょっとあの古いからちょっともうこれはダメだなとかすぐ判断がつくんですけど、なんででしょう、私の部屋のものには判断がつかない。はあ、ねえあめちゃん、ねえねえあめちゃんねえすごいあの寝たいみたい、ごめんなさい、邪魔してごめんなさい。あやさんこんばんは。そう、梅いますよ、この時間にはね大体私と寝るのでいます。そうで配信終わったらやることをパッパッって寝ます、一緒に。まだ10代だから自分の好きなように生活したらいいと思います。ひかね、かわいいお部屋が欲しいんです。かわいいお部屋もう絶対もう この感じでかわいいお部屋なんてちょっと程遠いんですけどそう今ねでも計画を考えているんです。ちょっとずつ 家のね家具を変えようかなみたいな、家の中っていうかもう私の部屋のねあのタンスだとかちょっとずつ変えようかなと、ね、今ね思案中でございますそうね、本当は DIY もしたいね。でもね家にあのもうあの家に穴開けないでと言われたので、お母ちゃんにはそう一回ね提案したんです。あのもう家にあの私の部屋にね穴を開けてもう棚を作りたいんだと。 そしたら漫画もたくさん置けるし整理ができるって言ったら、それ力説したら、いやさすがにもう家に穴は開けないでくれと。そう結構ね、まあ、画鋲でねあのいろんなとこ刺したりとかしてるし、なんかねあの昔のね落書きの跡とか結構残ってるんですけどはい、もうちょっとね汚さないでくれとはい、まあ別に一軒家なんで、はい、でまあなんかその穴開ける分には別になんか穴開けてもなんか絶対ダメとかではないんですけど、はい、ちょっとね、そうなんかね昔ねそのまあパソコンをねたまになんかキティちゃんの色塗りとかはねパソコンでできるから、なんかそのパソコンのところに座って遊んでたんですね。あのその階段上がってすぐのところにねパソコンのスペースがあったんですけど、みんなで使ってたパソコンのスペースがあって、そこの横の壁がなんか、まあ、模様みたいなのができてて、その、まあ、白い壁なんですけど模様というかなんか凹凸凸凹でなんかちょっと楕円形のものがいっぱいあって、私それを色塗りするのが大好きで変な模様できてるんですよ。あのお母ちゃんにバレた時にすごいあのやめてって言われました小さい頃の話なんで、なんか別にいいかと思って、あのパソコンが重かったもんだから動かなくて、なかなかその待ち時間に横の壁のそのねなんか模様をね囲って色塗ってやってて、もうそういうのがいっぱいあるから結構ね、まあ、なんかいい思い出なんですけどね、この家で過ごしてる、うん、やめてくださいって言われました
見てもねちょっと気持ち悪いんですよそう、私の描いたその模様気持ち悪いんですよ、夜に見ると、暗い中でねちょっと見ると、はい、少し気持ち悪くて万博でしたね。もういたずらとか大好き、落書き今でも残ってます。ボールペンで描いたんですけど、そうボールペンってすごいよね、せめて鉛筆とかさね。やんちゃでしたよ昔、木登りとか大好きだったし、今でもね、あの子供心は忘れていない、鬼ごっこがしたい、私はいつでも鬼ごっこがしたい、そうそう鬼ごっこしたいんです、そうボールペン取れないんですよね、わざわざボールペンで塗っちゃうというね、木登りとか大好きでした、もう本当になんか、だから怪我なんてしょっちゅうだったし、めちゃめちゃ色黒かったし、もう1,2 年の頃特にでしたね、小学校の 1,2 年の頃はもう帰ってきたらすぐ遊びに行く、そう荷物置いたら行ってきます、タッ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 、そうで友達の家行ったり公園で遊んだり、うん、今でもね体動かすのは好きなんで、そう鬼ごっこしたいなって思うことがある。逃走中とかねもう最高だよねそう最高、さらに塗っちゃえ、いやさすがにもうちょっと本当にあのあれ以上やると本当にちょっとホラーっぽくなっちゃうからやめとこう俺も昔サインペンとかマジックで落書きしたことある。やっぱりね小さい子ってしちゃうよね、うん、そんな野生児だったのか、そうですね、うん野生児でした、うん、そう本当に野生児だったと思います。大好きだった外出るの、そうだからあまりにも焼けるし、ま、あの肌ねめっちゃ黒かったもんだから、まあなんか焼きやすい人とかっているじゃないですか、もともとちょっと色肌の色があの黒目でとか、なんかちょっとまあ私焼きやすい人だと思ってたんですね。お姉ちゃんはなんかその焼けても赤くなって皮むけるタイプの人なんですけど、私はもうなんか一年中色がね残っちゃう人で、そうだからまあ割とねもうね結構あの 戻ったんですね、肌の色が、なんならなんか白くなってきたんですねそうだから白くなって言われたのは、お母ちゃんに言われたのは、あんたはそんなに白かったのか、そう自分でも思ったんですよ、あ光ってこ結構白くなったと思って、こんなに白かったんだ、本当にめっちゃ真っ黒でした、うん、まあ今でもねもう焼けたら結構1年残るんですけど、だからね結構日焼け止め塗って対策はしてます。うん、でもねなんかそういう時期も大切ですよね。そう、その時期はその時期ですごい満喫してたから、そう、その時期は本当にね、その時期は本当にもう満喫してたんで楽しかった。だから日焼けとか気にしたことなかったもん。そう、焼けたねって言われても全然なんか楽しかったからいいやっていう。そう、今はねちょっともう白いままでいたいんですけど。だからね、ちょっと外出るときは日傘持ったりして、はい、あ、55分、ということでね、ちょっとねランキングいきたいと思います。13位七田さん、12位ひでくんさん、11位ばんちゃん、10位てちてちアット大西軍と STU とゆらとちゃき腹黒たいさん、9位谷口ひろきさん、8位かぼちゃん、7位りょうまさん、6位台湾夜嵐光るおやすみさん、おやすみ、5位さとちゃん、4位立山県警アットミニオンさん、3位アイスカフェアットリランチュさん、2位オニール大佐さん、1位ユータアットヒカチューブさんです。ありがとうございます。はい、ということでね、次はギフトいきます。赤髪のゆまさん、さるきちさん、 T くんさん、りょうまさん、さとちゃん、
出山健慶さん、ゆうたさん、台湾夜嵐さん、バブリューワイヤーと影の守護神さん、アイスカフェさん、オニール大佐さん、りょうまさんです。ありがとうございます。あ、そしてかぼちゃんです。ありがとうございます。いやー、この時間になるとお腹すいたね。ちょっとお腹すいてきちゃった。はいはい、ということでね、本日も配信6回配信ありがとうございました。そして明日もね、このままのスケジュールで行くんで6時半からの配信となります。だから捨て星は5時45分にできる方はお願いします。ってこと、5時45分ってことは、4時45分までに星をできる方は貯めといてほしいです。お願いします。はい、そして明日なんですけど、明日はものづくりをします。まあね、ちょっと何をするかは明日までお楽しみで。はい、もうね、あ、まあ皆さんはね結構知ってる方多いと思います。私はね、一応そんな詳しくないけど一応知ってるものなんですけど、はい、一度やってみたかった。以前ね、はい、他の以前の配信、まあちょっと前の配信でも、ここ1年以内かなの配信でも、ちょっとこれ作ってみたいんだよねみたいな話は少ししたかな。はい、それをね作りたいと思います。もうね、明日の配信で終わるのかなっていう感じもするんですけど、お楽しみにいやマジ本当にちょっとできんのかな、光。はい、なのでね、お楽しみに。あ、ま、朝配信はね普通にストレッチとかねしたいと思います。はい、はい、そして星投げ、カウント本当にありがとうございます。本当に皆さんね、すごくたくさん協力してくれてとっても嬉しいです。ありがとうございます。2時間で作れるものかな。いや、ヒカはね作れないんじゃないかなって予想しているはい、作れないんじゃないかなっていう、まあ、もしできなかったら、まあ、他の日にやるか、もしくはちょっとイベント終わってからになるかもしれないんですけど、ちょっと完成はね、配信で完成させたいんで、はいはい、なんでね、明日もよかったら見に来てください。59分になりましたね。ということで、本当に今日も見に来て、あ、口回んないはい、今日も見に来てくれてありがとうございました。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張りましょう。それではまたね、バイバイ。リフォームはしません。穴開けちゃいけないんだおやすみなさい。またね。